皆さんこんにちは、リュージェルマーケティング部開発チームのまみです。今回ご紹介する動画はニュアンスうねうね宝石ネイルです。最後まで見ていただけますと嬉しいです。使用するカラーのご紹介をします。488番のジューシープラムと614番のプラチナビジュー、25番のマットホワイトの方を使っていきたいと思います。使用する筆の方がマルチラウンドとマルチオーバルの方を使用していきたいと思います。それとラーメンの上に白色のシェルの方を乗せていきたいと思います。早速やっていきたいと思います。では最初に614番の方のラメを引いていきたいと思います。斜めですね、斜めに引いていきます。はい、こんな感じで引いていきます。でこちらは硬化をせずにこのまま、シェルの方を上に乗せていきたいと思います。はい、こういった感じで、ランダムに置いていただければ大丈夫です。ではこちらは一度硬化をしていきます。はい、硬化が終わりました。ではこちらに488番を乗せていきたいと思います。488番をラメに少し上かぶっても大丈夫です。上というか空いてるところですねに引いていきます。全部乗せてしまうとちょっと紫が全体的にかかってしまうので、真ん中のラメが置いてあるところは少しかぶるぐらいで乗せていきます。ちょっと乗せすぎちゃったなっていう時は少し取っていただいて、はい、こんな感じで乗せていきます。ではこちら一度硬化をしていきます。はい、では硬化が終わりました。そうしましたら続いて、こちらアートジェルの方を一度上にかけていきたいと思います。こちらは全体的にかけていただいて大丈夫です。硬化はせず、このまま白色の25番のマットホワイトを乗せていきます。その時に使用するのがマルチラウンドを使用していきます。アートジェルの方は今硬化がされていない状態なので、クリアの上に、白でなみなみうねうねと線を描いていきます。では描いていきます。です。こちら側にも描いていきます。少し多いなと思ったら削いでいただいて、はい、こんな感じです。では硬化をしていきます。はい、ノーワイプトップコートジェルの方を塗って仕上げていきたいと思います。では硬化をしていきます。はい、完成しました。こんな感じです。これからの季節、夏とかに少し透け感のあるデザインでキラキラっとするので、とても使えるデザインではないかなと思います。角度を変えるとキラキラっとするので、ぜひ参考にしていただけますと嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。